お、サクスペやってますねー。サクスペオリジナルキャラクターもたくさんいるので、アプリに実装されるのは楽しみですね。ときめきみよさん。待ってますよ。ということで皆さんこんにちは。ほむほむ相談事務所秘書の指導レミです。どうも、よろしくお願いします。この事務所にはパワプロやパワポケをはじめとした相談を受け、解決していく事務所になっています。今まで多くの相談があったのですが、まだまだ相談はたくさんあるので、もっともっといろいろな意見を言ってくださいね。おや、お客さんですかね。今回はどなたでしょうか。どうぞ、入ってください。皆さんこんにちは。みそのちかです。今回はよろしくお願いします。お、今回はみそのさんですか。そうですよ。よろしくです。それで、今回の相談は一体何でしょうか。今回の相談は、サクスペの北摂高校とアプリの北摂高校の違いについて紹介してほしいです。私もどう活躍するのか気になりますしね。なるほど。最近サクスペで配信されたばかりの北摂高校、アプリとは全く違う性能になっていますよね。気になるのでお願いします。わかりました。それではやっていきましょう。開始します。それではこれからアプリの北摂高校とサクスペの北摂高校の違いを紹介させていただきます。まずは、北摂高校とはそもそも何かの説明をさせていただきます。北摂高校はパワプロアプリで初登場した高校で、2014年3月に実装された高校です。実は田中雅宏選手プロデュースのシナリオになっているんですよ。え、そうだったんですか。アプリでは田中選手と遭遇するイベントが期間限定で登場しましたね。この高校の最大の特色は、入学した男子が主人公一人だけの女子校であるということ。ということもあり、イベントデッキにセット可能なのは女性キャラのみ。この高校では、ときめき、コマンドを使うことができ、ときめきコマンドでときめき度を上げることでこの高校所属の選手及びマネージャーは、彼女にすることができる。またときめきコマンドで一緒に練習することで選手の能力を上げることができ、経験点も入手できます。しかし、良い点ばかりではなく、固有の所属キャラには、恋爆弾、というものが発生することがあり、そうなった場合は発生時のみ出現する、悩み相談、コマンドで除去しないといけません。放置しっぱなしにすると爆発してしまい、ときめき度はもちろんのこと、周囲の評価とともに経験点までガタ落ちしてしまう。しかし除去に成功した場合は、恋爆弾が消えるだけでなく、大量の経験点、特殊能力のコツをもらえる可能性がありますね。なるほど。それで経験点を稼いで強い選手を育成するシナリオだったんですね。しかし、このシナリオ。パワプロアプリでは実装当初からとんでもなく弱く、基本的に強い選手を育成する高校として利用されていなかったんですよ。え、そうなんですか。そもそも専用コマンドのときめき自体も高校のシステム自体も弱い。北摂キャラをデッキに入れない方がいいなど、特に格弱い部分を挙げるとキリのない高校になっていましたね。そういえば高校超特殊能力もなかった気がします。今は女性キャラクターも増えてきて女性キャラのみのデッキを組みやすくなりましたが、当時は女性キャラはほとんどおらず、デッキを組むだけでも一苦労。といった感じで北摂高校は9000点もしくは1万点チャレンジくらいしか話題になりませんね。そんな、というのがアプリの北摂高校になっていますね。シナリオはハーレムシナリオで面白いのですが、育成の方がどうも。ですよね。この北摂高校は当時サクスペにも実装されず、ついに運営も北摂の存在をサクスペで諦めたのかと思われていました。しかし、なんと2020年3月2日に北摂高校の実装が決定。はっきり言ってアプリ勢からすれば今更実装してどうなるんだといった感じでした。まあ確かに。ですがこの北摂高校。もはや魔改造されたのかくらい育成効率がアップしていたんですよ。アプリと主に変更された部分はこちら。まずは男の子キャラをデッキにセットできますね。なんと。ただし、このキャラクターたちの練習登場は2月以降、イベントが起こらない、超特殊能力が変更される、というデメリットもあります。なので、今では女性キャラのみを編成して北摂高校をやった方が強い選手ができるそうですね。確かに、2月から練習参加だと、ちょっと遅いですよね。次に超特殊能力の大量追加ですね。超特殊能力はこのような感じ。すごい。こんなに追加されているとは。
超特殊能力取得条件はいくつか存在していますが、今回からレッスンレベル、ときめき度も影響してきますね。あれ、ときめきブーストってあるんですけど、これって一体何ですか？ときめきブーストはサクスペで初登場した重要コマンドですね。後ほど紹介させていただきます。はい。ということもあって、アプリとは違い北節キャラデッキにセットした方が強い選手を作れるということですね。もちろんレッスンの経験点も上昇、基本的に固有イベントや固有で発生するものは、すべて経験点が上昇します。なるほど。しかし、アプリの要素が強化されただけで、本当に強くなれる高校なのでしょうか？そうですね。アプリの要素が強化されたからといって、練習自体が強化されなければ弱いまま。ということで、この高校の一番大きな要素の紹介をさせていただきます。先ほども登場したときめきブーストですね。ときめきブースト。サクスペ専用のシステムとして、ときめき度の高い北節キャラのいる練習で一緒にタップを行うと、ときめきブーストが発動、経験点が爆発的に上がり、ブースト回数に応じてキムトクのコツや体力回復など、様々な恩恵を得られます。恋爆弾の個数、進行状況が進むほど、入手できる経験点が増え、特に爆弾着火時や複数人爆弾点灯時は1回の練習でとんでもない経験点を出すことも可能です。発生条件をまとめるとスペシャルタップ練習発生、その練習にときめき度緑以上の北節4人娘がいる、やる気絶好調。これにより発動可能です。ちなみにレアリティも影響しており、レアリティの高い北節キャラとブーストが発生した場合、経験点が SR よりも PSR の方がアップします。また、練習人数の多い方が経験点が上昇します。しかし、練習レベル、レッスンレベルの影響は存在せず、ときめきブーストはレア度、ときめき度、練習人数のそれぞれが関係しているとわかります。なるほど。でも、ラブパワーってこの高校のテーマに合っていると思うんですけど、ラブパワーも影響ってないんですか？ラブパワーももちろん影響しますね。ラブパ状態の方が経験点は上昇します。なるほど。ということから、このときめきブーストに合っているキャラクターを選択することが重要。ときめきブーストの発生率を上昇させるのがこの高校の育成方法ですね。つまり、得意2種持ち、得意練習率アップ持ちキャラを中心にデッキを組むことで、なかなか強い選手を育成することができますね。こんなにアプリと違うなんて。この北節高校はサクスペで盆栽 PG を狙うことができたり、アプリと違った展開のイベントが存在したりと、楽しめる部分は多い高校になっていますね。ちなみにこの高校が実装された時に登場されたイベキャラとして袴明星節か、北海の狼北斗ヤクモが追加されましたね。節ちゃんは総力上限アップ、スイープか大番狂わせの超特殊能力。北斗さんはコントロール上限アップ、街道かドクター系の超特殊能力を入手できますね。なるほど。実装に合わせて強いキャラが登場したんですね。って今思ったら、この高校の超特殊能力入手条件って、北節4人娘ナイフ玉退場ってなってるんですよね。ということを考えると。そうですね。強い選手を作るためには二股のデッキが確定になってしまいますね。二股が条件になってしまうとは、サクスペの運営の方も、なかなかですね。しかもせっちゃんさんがスイープってことを考えると、私の超特殊能力と被っているのですね。確かに。まあ、とにかくこれがアプリとサクスペの北節高校の違いでした。北斗高校みたいに違う形でアプリでもまた強化してほしいですよね。そうなれば楽しさ倍増です。ということでまとめいきますよ。パワプロアプリとサクスペの北節高校の違いは、男の子キャラをイベキャラとしてセットできる、全体的に経験点上昇、超特殊能力追加、新システムときめきブースト。これによってアプリよりも超絶強化され、全く別物のサクセスになった。これがサクスペの北節高校ですね。やっぱりこの高校はパワプロスタッフの愛がこもっていたんですね。アプリをやっている人からすると、サクスペで強化されたり新しいイベントキャラクターが出たら、使ってみたくなったりやってみたくなりますよねー。ときめきの大空ちゃんも気になりますね。そうですね。でもやっぱり私は高校強化のイベントが欲しいですね。名教の強化を待っていますよ。アプリの北節も待ってますよ。おっと、そろそろ時間だね。それじゃあ失礼しました。お疲れ様でした。皆さんは来てほしい高校強化ありますか？
春英強化ももっと強くなれば楽しそうだし、エビル高校強化もやってみたいですよね。私も使われるように頑張りたいです。ということでこの動画を終了させていただきます。それでは、さよなら。